去年の11月かなんか似てますね。似てる似てくるんじゃないかしら。最近いつキスしました？お、さっき。えさっき、ね、今してください。え、いいよ、やったここで取れました。もう一回やりましょう。もう一回やりましょう。大丈夫。取れました。もう一回やりましょう。もう一回やりましょう。もう一回ね。はい。もう大丈夫です。あ、じゃあ取れたかなと思います。面白い。面白い。なんかいいですね。いいでしょう。覚えました。大体最初はこう友達とかと、とかちょっと男性と一緒にカップルにしてたりとかしてて、気づくとその女の子だけが通ってるみたいな、常連さんになってるみたいな。カップルで来るってどういう感覚なんですか？動物園が仲良く感覚なんですかね。男性と女性のカップルでこうちょっと彼女みたいな。でも大体こうハマっていくっていうか、あの常連さんなら女性の人が多い気がする。楽なんでしょうね、やっぱり。そうですね、確かに。ただ男性に疲れてますね、ちょっとね。なんかもうここって僕たち相手してるのも一応見た目は男だけど、その女の子に対しては全く興味がないから、思ったことをそのまま言っちゃうんですよ。例えばすごいブスな格好をしてたら、その格好大丈夫みたいな、どうしたの今日みたいな、変なメイクしてきたらそれやばいよとか、もう多分逆にその女の子が傷ついて来なくなっても僕たちは痛くも痒くもないから、あのその子が変だと思ったらすぐ言っちゃうんですよ。し、結構それに愛情があるんですね、無意識のうちに。こうした方がいいんじゃないっていう。だから多分女の子も楽なんだと思う。確かに、なんかわかる気がします。多分それで通ってくれる子すごい多いし、お買い物一緒ついてきてみたいな、よく言われる。選んで。え、それは嫌じゃないですか？そういうのは全然平気。なんか、やっぱりこう、綺麗になっていくのは、僕たちもね、見てて気持ちがいいから、やっぱこう汚いもの、汚いっていうかこう、やっぱ すごい似合ってない洋服着る女の子とかいるんですよ。それはちょっとみたいな。だから一緒に行ってこうして、その子が綺麗になって周りの人から綺麗って言われるのを見てると、あ、よかったって思うから。じゃあ私の買い物もついてきてくれ。全然それは行く、全然行きますよ。ハッピーバースデーとユー。ハッピーバースデーとユー。リカちゃん、ハッピーバースデーディアミルキー。ハッピーバースデー。ありがとう。封してください。え、いきなりですごいサプライズ、すごい、ありがとうございます。息弱っ。ブリッコ。ブリッコ出ました。お得意。ブリッコ、ブリッコ頑張っていつも歌ってんねん。ブリッコしか歌手ですよ。イエーイ、ありがとうございます。というわけで、騎士のリカちゃんご利用ですね。はい、ありがとうございます。ようこそ。リカちゃんといえば、はい、最近ダイエットで、そうなんです、話題で、もう10月20日までに、何キロですね、あと、もともとあと6キロだったんですけど、あと何キロ痩せたの？何キロ、5、あと 4.5 キロです。え、そんなに痩せたの？そう、1.5 痩せたの。え、10月、そうなんです、10月、4.5キロ落とされた。そう、でもそこが一番高い壁だよね、きっとね。そうなんですよね。残り2キロくらいがすごい難しそう。もう私も食べるのがもともと大好きなんですけど、それを制限して、あと低糖質なサラダとか、まあサラダはまあいいじゃないですか。あとはチキンとか、あと収録の時はあの、なんていうんですかね、そのコンビニとかでも低糖質のものを選ぶようにして持っていたりとか、お家にいる時はまあ結構サラダとか使って食べたりはしてます。すごい徹底してる。低いんですよ、ね、そう見てたら。ケーキや、食べる人。ケーキ来た。リカちゃんも食べれる。リカは食べない。リカちゃんフルーツ食べるよ。リカちゃん食べようよ。上食べる。いやリカちゃん食べるよ。ほら上だけ。上だけ。私上だけくれるんですか？これを食べるか迷う。
すごいね。普通に持ってる。どうしてる。